いや、谷口さん、はい、来ましたよ。来ちゃいましたね。わかります名前、名前がまた忘れましたヘッドリスヘイリー地熱発電所。ヘッドリスヘイリー地熱発電所、はい、アイスランドでは一応最大級の地熱発電所ですね。で、これ僕らが今立ってるところがこれ発電所の建物なんですけど、はい、建物の中はね、結構あの博物館とか、うん、お土産屋さんとか、うん、なんか割と観光地っぽくなってるんですよね。そうですね、すごいですねこれ。そうで、しかも入場料まで取るという、うん、で、このこちら側から向こうがあのいろんな発電関係の施設とかパイプラインとかあると思うんですけど、これ山のずっと向こうまでね、発電所なんですよ。今これ白い煙がモクモクモクっとね、あんだけ出てますけど、うん、あの煙の向こうにある山、あの山の向こう側にもずっと同じような施設があるんですね。で、僕らが立ってるこの下が、なんつうんだろう、その専門用語わかんないけど、発電所のタービンですね。タービンか、はいはい。で、先ほどね、三菱重工のタービンがあって、どうですかこれ来てみた。ここ多分一番来たかったでしょ。そうですね。もうまあここ見に来たのもんですから。作りたいですよねこれ。作りたい。日本に日本に、うん、日本地熱エネルギーの世界第3位ですからね。でね、やっぱりなかなか発電所とかを国立公園に作っちゃいけないみたいな法律があって、はい、で日本の地熱地帯って大体国立公園になってるらしくて、はい、でなんか国立公園の景観壊すから発電所はダメだっていうね考えがあるんだけど、はい、ここの発電所っておしゃれじゃないですか。おしゃれですね。ね。はい、建物とか、まあ、入り口の、ね、見た目もそうだし、入り口入ってからあの木の階段、うん、あれ綺麗でしたね。大体、うん、景観を壊すって基準がないもんですから、あさじ加減すぐ決まっちゃうんですよね。ですよね、うん、だから地熱発電所なんかも、うん、やっぱり大きな事例がいくつか出てきたら一気にひっくり返りますし、高齢も少し緩くなりましたので、これからすごい楽しみです。楽しいですね、うん、で九州とかね、地熱結構すごいって話してるんで、はい、九州の方でなんかこういうね、ヘッドリスヘイリーみたいな、うん、ちょっとなんか観光客を呼んでね、お金も落ちていく発電所をしたらね、面白いですね。いいですよね。まあ地熱ができるところって大体温泉街だったりするんで、そういうところでこういうものができたらまたいい観光地になりそうですよね、うん。で、谷さんこれ見てくださいよ、これ、はい、この T シャツ何ですか、そのおのぼりさんみたいな T シャツは。これヘッドリスヘイリー地熱発電所の T シャツですけど、はい、売ってるんですよこういうのがね、はい、でついつい買ってしまいましたけど、はい、こういうのを売れば、うん、発電所もね結構面白いビジネスになるんじゃないかなと思って。入場料も取って、うん、こういうものもどんどん観光客に売って、うん、で、まあ、こういうクリーンなエネルギーをどんどん作り出してね。そうですね、うん、もうただ単純に観光地が書いてあるだけじゃなくて、うん、例えばその観光地の名前とそっちで撮影しようって書いてあるシャツがちょっとデザインを振られてたら楽しいですよ ね、うん、でこれ着てることで多分ここの宣伝になってますね。ね、広告そうなっちゃってるわけだからね、はい、でもこれ着て街を歩くことで逆にお金取らないとダメですよね。ですよねで先ほどあの地熱 の仕組みとかね、映像で出てましたけど、はい、簡単にちょっと説明してもらってもいいですか。地熱地熱発電の仕組みですか、うん、はい、まあ、簡単に言うと地面の熱を使って、まあ、蒸気を発生させて、うん、その水蒸気でタービンを回すっていう形ですね、うん、水蒸気でタービンを回すっていう点では、まあ、どんな発電方法も変わらないので、うん、はい、別に特別なことをやってるわけではないんです、うん、はい、その熱のお湯、はいはい、組み上げたお湯がその要は余るわけじゃないですか、はい、余ります。余ったやつをそのパイプラインで温水供給、そうですね、温水供給をして、うん、でパイプラインで全部送れるわけじゃないですから、中途半端な温度のものも出るんで、そういうものは全部今度地面に戻すんですね。だからまさに再生可能なんだ、はい、そうですね。そこをうまくやらないと、要は取る熱量と、もう一回戻す熱量の差が大きくなりすぎると、どん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 枯渇してしまうと。日本でもやっぱりそういう地熱発電所あるんですよ。その辺のあたりもしっかり注意しなさいって、さっきの動画で言ってましたね。そう、前回来た時ね、日本語の解説なんてなかったんですよ。あ、そうなんですか。今回は日本語の解説を用意されてますもんね。びっくりしましたね。ねえ、すごいなと思って。結構
あの訪問されてる日本人も多いみたいですね。みたいですね。先ほどなんか訪問者の記録帳みたいなのも、日本人の名前も載ってたんで。全部女性でしたね。ね、女性がなんか地熱は結構好きな人多いみたいで、地熱女子。地熱女子やね。パワースポットみたいなもんですかね。最近神社女性しか来ないですから、ね、そうですよね、うん、でこのアイスランドの、まあ、地熱エネルギー、あの世界でも、まあ、トップクラスの、ね、あのこの発電量、エネルギー量とか技術力を持ってるんですけど、はいはい、実はその技術、日本の企業がね支えたりするっていうのもあるんで、なんかこれ同じようなこと日本でできたら面白いんじゃないかなと思うんですね。そうですね。もうお礼言うとまたいろいろ問題になるんですけど、あの原発作るのも、それ発電所作るのも、メーカーの売り上げそんな変わんないですからね。あの余計な後腐れもないですし、だからこっちをもっとあの積極的にやっていってほしいなと思います。そうですね、うん、じゃあちょっとこれ皆さんに軽くこの辺りを見ていただいて、こんな感じです。こちら側は発電所のちょっとおしゃれなビルですね。ということで、はい、ちょっと地熱発電所、あの非常に面白いんで、ぜひね、2月にたくさんの日本人の方に見てもらいたいですね。そうですね、ぜひアイスランドに来てください。お待ちしてます。はい。